お配りになった活動は、政党で行ったということですが、確認ですが、よろしいでしょうか。茂木大臣。政党の政治活動として行っております。本田君。これ誰がやったか、茂木さん個人がやられたのか、政党がやったのか、後援会がやったのか、こういったことで適用される法律が違ってくる大切な論点であります。私は違うのではないかという疑念を持っているんですが、こういったものに対して政党でやったということをどういうふうにご証明をされますか。茂木君。政党の活動として行っております。その分、収支の方にもそのような報告をいたしております。本田君。収支報告書はちゃんとご提出いただけるんですか。茂木大臣。収支報告書は政治資金規正法に従いまして、すでに提出はいたしております。本田君。そうしますとね、大変おかしな支出が茂木さんの政治団体で、見つけたんですね。茂木敏充政策研究会というのは茂木さんの、政治団体ということでよろしいですか。茂木大臣。さようでございます。本田君。この団体からですね、毎年出る衆議院手帳が、発売をされるちょうど時期に、衆議院手帳を、販売をしているお店から資料代としてですね、この6年ぐらいにわたって、大体同じような90万円から100万円の、支出がされているんですけれども、これは衆議院手帳ではないんですか。茂木大臣。具体の部分は分かりませんが、おそらく衆議院手帳であると思っております。政治資金団体で、購入いたしまして、その手帳につきまして、政党支部の方に無償で寄付をいたす、そして今度は政治団体の方が配布をしていると、こういう形の政治活動です。本田君。ちょっとにわかによくわからないんですけど、政治資金団体で購入をしていると、政党からはお金は出てないんですか。これは茂木大臣。購入いたしましたのは政治資金団体であります。これは場所の関係もありまして、購入いたしました。そしてこの政治資金団体の方が、政党支部の方に寄付をいたしております。そして、寄付をされた、政党支部、これが、実際に政治活動として配布をしていたしております。本田君。確認なんですけれども、これを配布したのは茂木さんの秘書だということですけれども、茂木さんの秘書はすべて自由民主党員ですか。茂木大臣。全員が政治、政党の、党員かどうかですね、今確認できないところでありますが、いずれにしても、秘書を含めですね、政党の活動として行っております。本田君。自由民主党員じゃない方が政党としての活動でどういうふうに行うんですか。全く理解できないんですけど。茂木大臣。おそらく立憲民主党の方でも他の政党の方でもそうだと思いますが、例えば、政治家、もしくは、党員以外でも、支援をしていただいている方が、例えばその党のですね、党勢拡大であったり、さまざまな形の政治活動と、これは行っているものだと、このように承知をいたしております。本田君。ですね、いろいろ脱法的なことをおっしゃってますが、私、この法律の趣旨は、選挙区内にですね、何千冊という単位で600円の衆議院手帳が配られているということにあると思っています。で、この法律はなぜあるかというと、私たち選挙、民主主義の土俵である選挙を戦うにあたって、こういうものがまずい影響を与えちゃいけないということで、こういう法律を作っているわけです。で、その主体をどこかということで、いろんなへりくずつけて、ダミー団体みたいなのを通して、お金を寄付してみたいなことで、これ、有権者から見たら、茂木さんの秘書が持ってきたと思ってるんですよ。誰も自由民主党、栃木県大国総支部なんて名前知らないんですよ。そういう認識のもとに、選挙の公平が害されてる。法律上はね、こういう抜け道通しちゃいけないと私は思いますが、この選挙の公平をね、
野党の候補と戦ってるわけですよ。茂木さんの側だけね、600円するもの毎年何百冊も配ってる、このことについて政治的同時的にどう思われますか。次大臣。政党の政治活動として行っております。そして政党でありますから、政党の支部でありますから、公選法199条の3に沿ってですね、活動していると考えております。私がすべてのケースについてですね、適正であるかとか、本田先生の政治活動についてですね、どうであるという立場にありませんが、それぞれの先生方ですね、それぞれの政党、そこでの活動というものは行われている。全く政党に属してない方は別でありますけど、政党に属されている方はさまざまな形で党勢を拡大するための活動を行っている、このように私は理解いたしております。本田君。同時的な、ね、責任も、お認めはならないと。私こういう形でね、選挙の公平が害されているということは、ね、大問題だと思いますので、これはしっかりとですね、法律上だって私は決して本当に認められているのか、証明が、ね、不可能な政党でやったといったら何でも通る、こんな、ね、ルールを認めるわけいかないと思っているので、しっかり今後も追及していきたいと思います。でさらにですね、私はこの国会の質疑というのをどう考えているのかなという出来事が昨日野田大臣の答弁でございました。午前中に今井議員からも質問ございましたけれども、私は改めて大問題だと思うんで、今日茂木大臣に質問しようと思って準備をして、読み返していましたら、野田大臣には大阪、うちの大阪委員からですね、何度も公選法の規定を、担当大臣だから、確認のために読み上げてもらおうと。で、読み上げてもらった上で質疑をしようということで読み上げをお願いしたところですね、法律の条文を読まなかったんですよ、3回とも繰り返して。これね、野田大臣、法律の条文が役所によってね、大臣の答弁のところ変えられて、趣旨が変えられ、なんか茂木さんに振りそうなところ飛ばされてたことを気づいて読まれてましたか。野田総務大臣。お答え申し上げます。私とすると、誠意を持ってご答弁させていただいたつもりですが、仮に私に答弁漏れがあったとするならば、訂正させていただきたいと存じます。本田君。いや、答弁漏れではなくて、役所の作ったペーパーが法律の言葉を変えてるんですよ。こんなのね、テレビで全国の皆さんが見てるまで、そう、法律そのまま読めばいいじゃないですか。何やってるんですか。これ候補者等の氏名を表示する等の場合について、当該選挙区内にある者に対しいかなる名義をもってそれを問わず寄付してはならない、これ法律の条文そのままですか。大臣。野田総務大臣。もう一度委員の前で全部申し上げればよろしゅうございますか。それを求めるんじゃなくて、昨日なぜ読まなかったのか聞いてるんです。決して読まなかったわけではなくて、大阪委員に求められた必要な部分を申し上げたつもりでございます。本田君。いや、読まなかったんですよ。読まなかったとこ読みましょうか。当該選挙区の内にあるものに対し、ここまで読んでるんですよ。いかなる名義をもってするを問わずこれらのものの氏名を表示し、ここまでは何か言ってるんですよ。組み替えてそのまま呼びゃいいのに。でそこから先読んでないんですよ。またこれらのものの氏名が類推されるような方法で寄付をしてはならない、読んでないじゃないですか。はい、野田総務大臣。今ご指摘のところを私はその場では党という形でご披露させていただきました。本田君。なぜ大阪委員はわざわざ担当大臣を呼んで法律確認をするために呼んでるのに、このなんかわざわざ党にされるとここになんか絡むんじゃないかと疑念感じちゃうんですよ。でね、いいですよ、私は信じたいんで、野田さんがね、自分でそのことに関わってたと思わないけど、
総務省の役人がね、ペーパーで勝手にこんなところを党に変えて大臣に渡してるって言ったら、これ大問題だと感じませんか、大臣。後でちゃんと役所に注意していただけませんか。野田総務大臣。確かに党という言葉で短縮させていただきましたけれども、趣旨は変わっておりませんので問題ないと存じます。質疑中、ご静粛願います。私はですね、問題あると思いますよ。わざわざ法律の条文をきちんと確認したいから大臣に来て、大臣に通っているわけですよ。そこをね、党にして順番も並べ替えてるんですよ、言い方を。法律そのまま読めばいいじゃないですか。こういうことをすると本当にですね、総務省内に何かあるのかって疑念を感じざるを得ないんで、しっかりと後で役所と追及をしていただきたいと思います。役所の方で話し合ってどうしてこうなったのか、しっかり確認をしていただきたいと思います。それでは次の質問に行きたいと思います。沖縄のヘリ問題について質問をしたいと思います。実は私、安全保障委員でございまして、昨年の普天間第二小学校にヘリの窓が落下して以降、安全保障委員会でしっかりと海中審査をするべきだということを申し続けてまいりました。政府の対応、これで十分なのか、こういったことについてしっかりと問いただしたい、こういうことで閉会中審査を求め続けてまいりましたが、大変残念なことに自由民主党から拒否をされ、ずっとこの閉会中審査ができないまま、さらにヘリの事故は、不時着は相次ぎ、そしてついには再度、まさに避難訓練を行った直後の校庭の真上をヘリが飛ぶという、こういう事態になっているわけです。総理はシティの中では沖縄に寄り添う寄り添うと言っておりますけれども、こういうね、事件が起こった時でさえ委員会さえ開かない、こういう自由民主党の姿勢、どう思われますか。安倍内閣総理大臣。委員会のことは委員会でお決めなことであります。本田君。お決めになる自由民主党、与党が拒否をしているわけです。私は決してこれ寄り添った姿勢だとは思いません。さらにですね、総理ね、沖縄に寄り添ってる、あんなね、とんでもない人副大臣にしておいて、あんなヤジをね、飛ばす人を副大臣にしておいて、私ね、これ沖縄に行けばいいというだけではないかもしれないですけど、総理ね、ご自分でこの就任以来第二次安倍内閣でいいですよ、何回沖縄行かれてますか。私は調べたんですけど、ご存知ですか。安倍内閣総理大臣。突然のご質問ですぐには答えかれますが、しかしですね、大切なことはそういうことではなくて、しっかりと、いや、すみません、委員外の方々は非常にうるさいんで、ちょっと委員長注意していただけますか。傍聴席の皆さん、答弁中、静粛に願います。大切なことはですね、しっかりと沖縄の負担軽減のために結果を出していくということなんですよ。それができるかできないか、これが私たちに求められているわけでありまして、何かスローガンを叫んだところでですね、負担は軽減されません。大切なことは、例えば空中給油機の問題、これはですね、ずっと解決できなかった。御党の前身の党の間、3年3ヶ月1ミリも進まなかった。しかし安倍政権ができてですね、岩国市を説得をし、山口県を説得し、県民と市民を説得し、15日すべて移注が完了しました。そうやって一つ一つ実績を作っていくことが大切なんですよ。例えば地理協定の問題もそうですよ。何回言ったか聞いただけなのに、地理協定についてもですね、おかしいでしょう、委員長。地理協定についてもすいません、何回言ったかと、それだけのこと聞いてるだけなんですよ。結果を出していくか、それが関係ないこと言ってるじゃん。これが一番大切なことですから、少しですね、しばらく聞いていただきたいと思いますが、そうやって地位協定についてもですね、全然回数聞いただけだよ。全然それが大切とも何も言ってないじゃないですか。よろしいですか。つまりですね、しっかりと例えば地位協定についても、環境補足協定についてもですね、軍属の問題についても、そうした補足協定を作っていくということなんですよ。これ米側とちゃんと交渉しなければ結果は出ないわけでありまして、申し訳ないんですが、御党の前身の党においてはですね、これ1ミリも進まなかったのは事実であると、こういうところが大切だろうと、このように思います。本田君。私は別に回数が大切だとも何とも言ってませんので、普通に答えていただければいいんですよ。そもそもですね、総理、わずか7回ですよ。で、普天間見たのは1回、辺野古も見てない、そして
毎年戦没者追悼式には行かれてるけど、それだけなんですよ。それで戻られて、一回ご葬儀でね、行かれたことありますが、まあ、そういうね、生き方、俺は決してね、寄り添ってる姿勢と思えないんですよ。それとね、12月15日、ヘリマドの事故の直後、さすがにこれはね、知事も総理に面会したいということで来られた。お会いしてませんよね。どういう理由でお会いにならなかったですか。安倍内閣総理大臣。まあ、いろいろとこの至り方におっしゃってますが、これはですね、私にも日程があるわけでありまして、官房長官が対応したんですかね、ということだろうと思います。しかし、重ねていますが、安倍政権においてはしっかりとですね、軽減を進めてきていると。まあ、これがよっぽど気に食わなかったのかもしれませんが、我々はしっかりと、そういうお顔をされているからそういうふうに思ったんですが、我々はしっかりと、このように進めてきているということは申し上げておきたいと思います。静粛に願います。今のはちょっと即止めてくださいよ。今のはおかしいよ。不足ですねですか。はい。それが気に入らなかった、よっぽど気に入らなかったんじゃないですかっていうのは。普天間第二小学校への、CH53 ヘリの事案でございますが、この事案が発生した直後、私ども総理からの指示をいただきまして、現地に、沖縄防衛局の職員を派遣、そして山本副大臣からマリチネス在日米軍司令官に対して飛行の自粛を申し入れいたしました。また福田大臣政務官を沖縄に派遣しまして、沖縄県の副知事、宜野湾市長、普天間第二小学校の校長に対して防衛省の対応等を説明しております。その後、ここに普天間第二小学校にカメラを設置し、監視員を配置し、米軍機が上空を飛ばないよう今監視をしております。安倍総理が現地に行かなくても、私ども総理の指示で防衛省はしっかり対応していると思っております。本田君。今現地に行った話じゃなくて、知事に会わなかった話を伺っているんです。それで官房長官代わりに会われたということなんですが、私ね、日程調べてみたんですよ。総理の日程は出てますんで。総理何されてたかというと、北村さんという、まあ、身内の情報官ですよと、ちょうどその官房長官とお会いをしているときに、まあ、同じ官邸の中だと思いますよ。外国からのお客様とかね、まあ、地方からのお客様、だから会議とかあらかじめ設定されているものはそれを公務と言えますよ。知事が官房長官と会ってるときに、本当に身内の、まあ、しょっちゅう会われてるわけですよ、北村情報官というのは。その方と会ってると、まさにね、会う姿勢示さなかったってことじゃないですか。これがどこ沖縄に寄り添ってるんですか。お答えくださいよ。内閣総理大臣。これ情報官とのですね、情報官からのいわば情報のブリーフというのは極めて重要なブリーフがあるわけであります。その時々の我が国の安全保障に関わるブリーフがあるわけでありまして、あらかじめ決まっていたわけでございますので、そのブリーフを受けたということでございます。本田君。なんか先ほどから私の聞いてないところで、いろいろ安倍政権も取り組まれているんでしょう、沖縄の負担軽減に。そのことは別に否定するものではありません。しかしまだまだ不十分だということを、ちょっとこれから議論をさせていただきたいと思います。ヘリの事故がここまで相次いで、そしてこれだけ舐められる形でですね、飛行再開がこちらが完全に納得したのかどうか分からないようなタイミングで繰り返されて、でおまけに事故、不時着が相次いでいると。この状況を作っているのは、私は、まあ、ずっと長い歴史があると思うんですが、まあ、例えば絞ってみて、おととしの12月のオスプレイのあたりからでもいいんですけれども、一個一個のことをきちんと解明しないまま飛ぶ、それを追認する、このね、繰り返しをしてきたことがこうつながってるんじゃないか。 ましてやきちんと事故機を調査できてない、主権国家としてどうなのか、この問題をこう置き去りにしていたことが、こうしたことにつながっているんじゃないかという強い疑念があります。一つ一つ防衛大臣に確認をしたいんですが、まず一昨年12月のオスプレイの事故からですけれども、これ飛行停止してから、飛び立ったんですけれども、その飛行再開は合意の上で飛び立たれたんでしょうか。小野寺防衛大臣。一昨年の平成28年12月のオスプレイの事案でございます。本件事故の発生を受けて、防衛省としては稲田前防衛大臣からマルチネス在日米軍司令に対して、事故原因の究明、安全が確認されまでの飛行停止を強く申し入れました。
米側においてはオスプレイの飛行及び空中給油の停止措置が取られており、これを再開するにあたっては米側だけの判断ではなく、日米間で原因究明と対策等について集中的に協議を行いました。防衛省においては米側から得た情報等を踏まえ、本件事故を引き起こした要因についてあらゆる可能性を分析した上で、防衛省自衛隊の専門的知見及び経験に照らして、それらの要因を幅広く網羅する再発防止策を米側がすべて実施したことを確認をいたしました。さらに米側においては今後とも空中給油訓練は陸地から離れた海域の上空でしか実施しないということを確認しており、防衛省として今後このようなことがないように強く申し入れをしたということであります。本田君。この事故の調査は、海上保安庁の方でされていると思うんですけれども、国土交通大臣、この調査終わったんですか、一昨年の事故の調査は。石井国土交通大臣。平成28年12月13日の件でございますね。海上保安庁におきましては、不時着水の情報を入手後、機体を含む現場の状況確認や写真撮影など捜査を実施しているとの報告を受けております。また米国側から昨年9月に事故調査報告書の提供を受けまして、この内容を精査するなど所要の捜査を実施していると承知をしております。本田君。まだ捜査中という認識でよろしいんですね。石井国交大臣。捜査中であるのか、捜査が終了しているのかの報告はまだ受けておりません。本田君。大臣がこうした大事な問題でね、捜査中なのか、捜査が終了したのか分からない、こんな形の中でね、飛んでる、でそれからもう一つ、国土交通大臣、この現場で機体をと言いましたけど、本当に機体を検証できてるんですか、機体を調査しているんですか、本当に海上保安庁は。石井大臣。捜査の詳細についてはお答えを差し控えさせていただいておりますけれども、差し控えさせていただきますが、先ほど申し上げたような捜査を実施したほか、付近住民からの聞き取りや海上保安庁潜水士等による現場海域の実況見分を実施しているとの報告を受けております。本田君。何かね、被疑者の情報とか個人情報とかそんなこと聞きたいんじゃなくて、どういう捜査をしたかということも国会の場で明らかにされず、で調査報告書も我々には一部しか見せていただけず、それでね、総理は不十分じゃないかっていうのに本会議場で十分な捜査をしてる、終わったかどうかも分かんないような捜査にそういうこと答えてるんですよ。総理、これ本会議場でね、おっしゃった十分な捜査をしてるっていうのと、私たちにこれ期待を見たかどうかも言えない、捜査が終わったかどうかも言えない、こんなので十分な捜査って言えるんですか、総理。防衛大臣。このオスプレイの事案につきましては、米側の調査報告書および説明によれば、困難な気象条件下で空中給油訓練を行った際のパイロットのミスが本件事故の原因であり、機体の不具合や整備不良等が原因ではない、その兆候はなかったとされております。ただ防衛省としては、オスプレイを含む米軍機の飛行に際しては安全面の確保が大前提との認識のもと、米側に対して安全面に最大限配慮するように、地域住民の影響がないように求めてまいります。本田君。こういうね、答弁の繰り返しなんですよ。安全を確認したとかなんとか言いながら事故が繰り返せられてるから、一旦飛行中止をするとか全機種の点検をするとかっていうことを沖縄の議会とか沖縄県が求めてるわけじゃないですか。でそういうことができてない中でまた今日も飛んでいる。でまた一つね、私これ日本の沖縄の方に寄り添うって観点もありますけども、日本の主権としてどうなのかっていう例として、これは昨年の10月です。我々の選挙中だったんでね、大変ニュース後で詳しく読んだわけですけれども、高江でヘリが墜落をいたしました。この時の後処理なんですけどね、とんでもないことが沖縄で起こってるんですよ。その牧草地に、さっき共産党の赤嶺先生も質問してましたけど、牧草地に私有地ですよ、民有地ですよ、これのね、土をちょっとどれぐらいの範囲土を取ったらいいか、確認したいから土を取ってていいかって事前の連絡が米軍から来たそうです。なんか
このぐらいのコップにね、少し持っていくのかなと思ったら、トラックが来て、ヘリが落ちたところの放射性があるかどうか分からない牧草地を丸ごと持っていったんですよ。これね、どういう法的根拠で、米軍は民有地の土地をトラックで持っていってるんですか。小野寺防衛大臣。これは昨年10月の東さんによる CH-53E ヘリの事故だと思っておりますが、私もこの現場に行きました。そして所有者の方からお話を聞き、その時の状況をつぶさに聞き、やはり米軍に対してはこれは安全確認が完全に行われるまでの飛行停止を要請をしなきゃいけない事案だったなと、その時も改めて感じました。実はご案内の通り、ヘリが燃えた場所というのはかなりヘリ自体が形がこう、存在しない、形が変形するぐらい燃えておりましたので、部品その他が相当広範囲にその地域に散らばって落ちていたということで、結果として米軍が最終的にそれを回収するときに、その底地のところも一緒に回収したというふうに米側から報告を受けております。本田君。米軍の言い分は今で分かりましたけれども、日本の法律上民間の民有地の土地をそのトラックで大量に持っていくというのはどういう法的根拠で持っていってるんですか。防衛大臣。米側にとってはやはり、そこで、多数の部品等が、その地面等に散乱をしているので、それをしっかり回収するという形で、作業をしたというふうに報告を受けておりますし、私ども沖縄防衛局が仲介となりまして、この地権者の方にはしっかり保証するということで、お話をさせていただきました。私も現地で地権者の方とお話をし、ちょうどやはり有料な牧草地ということで、この有料な牧草地がこのようなことになったということは、私どもとしても大変残念にならないと思っております。保証していただくのはそれで結構なんですが、法的な根拠を聞いてるんですけど、してないです。ちょっと止めてください。防衛大臣。これは米側からの説明ではありますが、その時、ヘリがかなり燃えてしまい、そして、地面に相当の部品が降りてしまって、それを回収するために土も一緒に一部持っていかなきゃいけないということに関して、地権者のご了解を得た上で、対応したというふうに米側からは報告を受けていると、今ちょっと防衛局から聞いております。詳しくはもし政府委員で登録していただければ、担当の局長等から改めて説明をさせていただきたいと思います。本田君。ですね、こういうふうに法的な根拠もなく土のサンプルを取るからということで、いや了解を取ったときは少し検査のためにサンプルを取ると言われたという証言があるんですよ。だからこういう行き違いはここで詰めませんけれども、私はね、こういうね、米軍のようやく小野寺大臣も米軍の言うことをそのまま信じないということを昨日あたりから言っていただくようになりました。で、ね、ようやく昨日言われたら困るんですよ。これまでのことずっとね、本当だったのかと、米軍の言い分がね、本当だったのかと、一番分かりやすい例が最近の窓が落ちたところ、また飛んだ事案じゃないですか。これ、防衛省の職員ですよ。国家公務員が3人も校庭で見張ってて、3人か何人か私確認し、3人ですよね。それをアメリカ軍が違うって言ったら、まだ協議中でね、抗議もできない。我々だって追及しにくいですよ。アメリカと違って今調整中だなんて言われて。ただ、私も現場行きました。今月2回。私の行ってる時でもスレスレのとこ飛んでますからね、まさにそんなギリギリかどうかなんて問題じゃないんですよ。窓っていうのは垂直にだけ落ちるんですか、飛んでるヘリからは。大臣。防衛大臣。
私も現地に行き、また今回沖縄防衛局の職員が確認をした映像、それから確認をした職員の話を部下から聞きました。私は間違いなくあれは米軍が普天間第二小学校の上をヘリは飛んだと思っています。ですから米側が言っていることに対して私どもは納得していることはないと。で、今でも防衛省の職員は、同じようなことが起きないようにしっかり普天間第二小学校で監視をしているということであります。本田君。今の答弁を聞いて、ね、少し安心をいたしました。日本側としてはしっかりとです、ね、もう飛んだということで、私もじゃあそういうことで日本政府に立場に立ってです、ね、アメリカに強く抗議をしていきたいと思います。きちんとです、ね、アメリカの軍の言いなりだけをしていることというのは事故の継続にもつながっていますが、日本国民にも、ね、影響を与えているんですよ。緑ヶ丘保育園、米軍が認めないせいで誹謗中傷されているわけです。で、ね、保育園がわざわざそういうね、自分のところにそんなことをするって、そういうね、とんでもない話、私は想定できないんです。で、これを調査するのは簡単で、警察がね、しっかりとアメリカ軍の言いなりなの、言ってる通りなのかどうかということを確認すべきだと思うんですが、国家公安委員長、お願いします。この議、国家公安委員長。保育園の件で、12月7日宜野湾市の保育園において軍用ヘリに使用されている部品カバーが発見された事案ということだと思いますけれども、沖縄県警では通報を受け、直ちに現場に臨場し、現場の状況を確認するとともに、関係者から事情聴取するなど、事実確認を進めているものと承知をしております。個別の事案についてですね、詳しくここでお答えすることは控えさせていただきたいと思います。本田君。ですね、日本国民の被害者側が誹謗中傷を受けているわけですから、私は警察としてですね、しっかりと米軍に対してのね、本当に部品が揃ってたと言われても、ついにはね、小野寺防衛大臣まで認めているわけです。アメリカ軍の言いなりをすべ、言うことすべて、信用していいわけではないということを、昨日から答弁で認めているわけですから、警察も日本国民に変なね、誹謗中傷の被害など及ばないようにしっかりと捜査をしていただきたいと思います。いずれにしてもですね、私沖縄の話っていうのはなかなかね、皆さん、私も行って感じるところあるんですけど、そこの日比谷公園とか皇居前に勝手に不時着をして、で警察が外周は被害線を引きますけど、内周の被害線の中は米軍の同意なきゃ入れない、機体には米軍の同意なきゃ触れない、これがね、日比谷公園や皇居前広場や国会の前や、いや総理官邸の屋上に不時着したらどうなるんですか。規制線の中側米軍拒否したら総理の真上に日本の政府立ち入れないんですよ。こんなね、いろいろ地域協定問題点あります。で、変えればいいのかどうか、いろんな議論もある。しかし例えばこういうところ、基地の外で事故が起こった場合の調査は米軍の同意なくでもしっかりできる、こういうところから一歩一歩地域協定改定していくべきだと考えますが、外務大臣いかがですか。河野外務大臣。米軍機が飛行する際の安全確保は、これは米軍が我が国に駐留する上での大前提だと思います。その上で米軍機が起こした事故に関し、関係当局において所要の調査捜査を行っております。米軍の施設区域外で日本側当局が捜査を行えないということはありません。日米地位協定についてさまざまなご意見があることは承知をしておりますが、この合意議事録を含んだ大きな法的枠組みである日米地位協定の中で、効果的かつ機敏に対応できるよう最も適切な取り組みを通じ、一つ一つ具体的な問題に対応してまいりたいと思います。本田君。米国の同意がなく調査できるんですか、機体は基地の外に、で事故を起こした米国の期待を。私はそういう理解ではないんですけど、米国の同意もあって初めて調査できる場合も時々出てきてますが、米国の同意がないと調査できないんだと私は理解しているんです。河野外務大臣。日米地位協定第17条は、米軍が施設区域の外部で必要な警察権を行使することを日本側当局との連絡を前提として一般に認めた上で、その際に従うべき条件を、すなわちそのような米軍による警察権の行使の範囲を当局間の取り決めによって絞り込むことを規定をしているわけでございます。個別にさまざまな
事案について、そうした捜査が行われているというふうに認識しております。本田君、まあ、個別にですね、結局米軍の拒否で機体を触れなかった事例がこの近辺でもたくさんありますので、私はそういうことをしっかりと地位協定で変えていくべきだと考えています。それでは次のテーマに移りたいと思います。今回の補正予算、今審議中の補正予算ですけれども、大変異常なことになっていると思うんですね。防衛費補正予算というのは、そもそも災害が起こった、地震が起こった、これの対策、まあ、もうちょっと譲ってもですね、急に景気が悪くなったと、経済対策をしなきゃいけないと、こういうときにやるもんだけれども、まあ、昨日の野党委員 の指摘にもありましたとおり、どんどん歪められて、本予算に入らなかったものが入ってきている、まあ、いろんなご都合があるんで、そこまではそういうこともあるのかなと思いますが、防衛費というのは、はっきり言って、緊急に必要というか、しっかりと計画的に整備をしなきゃいけないものだと思っているんです。ところが今回の予算で、いつもは補正予算全体の割合の防衛費というのは 2、3% なんですけど、10何%って、こんな巨額になってるんですが、これ、どういう事情なんでしょうか。小野寺防衛大臣。平成29年度補正予算案に計上している装備品は、いずれも当初予算成立後に生じたさまざまな状況を踏まえ、緊要性が高い事業を計上しております。具体的には大別して3つの分野の事業です。1つは弾道ミサイル防衛能力の向上を図るための事業について、もう北朝鮮の核実験や ICBM 級の弾道ミサイル発射など、これまでにない重大かつ差し迫った脅威に対応するため、平成30年度概算要求を前倒しするなどして計上しているものであります。2つ目は九州北部豪雨など頻発する大規模自然災害や一層厳しさを増す安全保障環境への対処能力向上に必要となる装備品等の調達経費であります。3つ目は昨年墜落事故によって失われた航空機の調達経費であります。このようにいずれも補正予算の趣旨に合致したものであり、国民の生命財産、我が国の領土領海領空を守るため不可欠なものと考えております。本田君、北朝鮮の脅威とかそういったことは別に、本予算の成立後に発生した事象ではございません。全く補正予算に新しくそういうものを入れる理由にならない。そして、まあ、脅威は続いてますけれども、3ヶ月待てない話ではないんですよ、これ。別に本予算の成立までこんな巨額の防衛費をですね、補正予算に計上する補正予算のあり方としておかしいと思います。それで一点確認をしたいんですが、最近専守防衛をね、の範囲を超えるんじゃないかという兵器の導入が、まあ、盛んに報道されています。でいくつかあるんで、これはどんどん本予算のところでも議論していきたいんですが、一つ総理が本会議でお認めになっていないものに、護衛艦出雲の、回収空母化というのがあるんですけど、これ本当に検討していないんですか、総理。小野寺防衛大臣。護衛省におきまして、防衛力のあり方に関して不断にさまざまな検討を行っておりますが、これまでご指摘のような護衛艦出雲の、まあ空母化のことだと思いますが、に向けた具体的な検討を行ってきた事実はありません。本田君、ですね、まあ、中央全国紙すべてに、まあ、一面に載ったり、すでに導入を前提に社説で批判をしたりという、まあ、新聞としてはもう導入かとか検討かじゃないんですよね。こういう報道が出ていることを防衛大臣どう思いますか。大臣が具体的に検討しないものを報道され、誰がこんなこと流してるんですか。防衛大臣。すいません、私自身戸惑っております。本田君、ご調査なさった方がいいんじゃないですか。これだけ全ての新聞社に。防衛大臣。この報道が出て以来、私も記者会見等でこの問題を各社から聞かれますが、幾度に私は同じ発言をしておりますので、私がこのことに関して具体的な検討を行ってきた事実はないということを各社も今は理解していただけるものだと思っております。本田君、そのことを確認したいので、まあ昨年から1年から今日まででいいですけれども、防衛省内で護衛艦出雲に関する文書、回収とかね、出雲とか載ってる言葉、
空母とかそういうものを文書をすべて、委員会に提出していただきたいんですけど、いかがでしょうか。理事会で協議させていただきます。はい、理事会で協議、はいはい、本田君、時間がかかります。いずれにしましてもですね、防衛の議論をこういうなし崩し的にやるというのが一番良くないと思ってるんですよ。攻撃型の空母は過去の政府答弁では持つことができないと、一貫して我々ではなくて自民党与党の政府が答弁をしてきたことなんです。でこういうことを、こういうふうに新聞でアドバルーンを上げてみたり、それからまた今回皆さんが、スタンドオフミサイルと名前を変えている、高射程巡航ミサイル、こうしたものも本当に、実は兵器というのは必ず攻撃にも使えるし防御に使えるという言い方もできるんです。だからしっかりと国民の前に議論を出して、で特に普通の他の国と違って我が国は専守防衛の原則があるわけですから、他の国よりも丁寧な予算との関係、関連、他国との関係、他の予算と比べて本当にこれがいるのか、こういう議論をしっかりとしなきゃいけない。しかし、本予算ならまだしも補正というこんな短い審議期間を要求される、これ災害とかだから できるこういう時に多額の防衛費を入れてくる、こういう補正予算のあり方にも大問題だということを指摘して、私の質問を終わります。以上です。これにて本田君の質疑は終了いたしました。次に稲富修二君。はい、稲富君。希望の党の稲富修二と申します。福岡から参りました。本日は質問の機会をいただき誠にありがとうございます。本日は税や財政に対する